デコボコ魔女の親子事情アフタートーク。皆様こんにちは、アリッサ役の小川葵です。デコボコ魔女の親子事情第8話の放送はいかがでしたでしょうか。アニメ放送期間中、アフタートークは毎週更新していきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そして本日はこのお二方が来てくださいました。こんにちは、シータ役の豊崎亜希です。こんにちは、キクラ役の片脇美奈子です。お願いします。ありがとうございます。マイク大丈夫でしたか？すいません。よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっとね、キノコ姉妹です。はい、キノコです。デコボコキノコ姉妹です。キノコ姉妹のお二人に来ていただきました。すごい濃いメンバーの光栄です、はい、ずっとこう、そういう意味では、あきちゃんはこのアフタートークもシータとしては、うん、あ、今日初めてです。ああ、そっかそっか、おちゃんに委ねようと思って。すごい、シータのお話も、はい、キクラのお話も初めてで嬉しいです。シータさんは、うん、まあ、これまでのお話でもちょこっと登場したりとか ね、うんうん、ね、風邪ひいたりとかね、はい、した時とかに来てくれて、病院になんかこうお大事にぐらいの感じでふわっと絡んでたんですけど、今回ね、しっかりと、しっかりキノコ姉妹のお姉ちゃんが出てきたことによってお姉ちゃんのおかげでいっぱいね、喋ることできました。ありがとうございます。いや、すごい、すごい、すごかったです。ちょっと、どうですか、あのキクラさん、キクラさんですよね。いや、そうですよ、キクラ役でっていう風に、はい、いただいていた時から漫画を読ませてもらって、うん、すげーの来たなっていうのは実は思ってたんですけどさらに動くとね、パワフルだなと思ってたから、うん、ね、で、しかもこう、あきちゃんと姉妹っていうのは、はい、うん、本当にこの台本をいただくまで知らなかったので、うん、まあすごいっていう安心感もすごくありました。そういう意味では我々同じ事務所でもう出会って15年ぐらいの、ね、はい、そうなんですよ、本当に姉妹のような、うん、そう、ね、年齢的には逆なんだ、逆なんだけどそこもちょっとデコボコなんだよ。デコボコ確かにでも本当いろんなキャラクターね、これまでも、うんうん、まあ、出てきたデコボコ魔女でしたけど、はい、うんうん、結構私一番危ない感じの、うん、キトラさんがキクラさんだったんじゃないかなって。確かにトリッキーさがすごいですね、うん、キクラさんの。確かにだから一応ね、こういう風にキクラさんのベースはこうでっていう説明を演じる前にもいただいてはいたんですけど、うんうん、もうベースがどこなのかもちょっとわからなくなるぐらい今回初登場にして、うんうんうん、やっぱりもう大興奮っていうスタートだったの で、ね、なんかそういう意味では汗だくになりました、ね、ガオちゃんもね、ずっとツッコミだったから今日ママめちゃめちゃ突っ込ませていただきまして、すごい、私としてもすごいカロリーを消費させていただいて、うんうん、気持ちいい収録でございました。すごい見事だった。ありがとうございます。でも今回の収録で2人注目してほしいシーンなどありましたら、ぜひ教えていただきましたら。キクラさん、うわー、うん、難しい、選べないですね選べないけども、一応ね、その興奮しまくった時に、うん、一応理性を持った状態でっていう風にその演出でディレクションをいただいたところが、ちゃんと理性があるのかどうかっていうのも私自身もちょっとまだわからないところがあったりするのと、あとはそうですね、注目っていう意味では結構アドリブをいろいろなところで、うん、キクラさんずっと動いてるので、うん、それをね、聞いていただけたら嬉しいなと思います、うんうん、ぜひ。私はですね、拘束されてからのキクラさんとホラー演出が最高だった。いかように皆様に届いているのか、はい、伝わるね、あのビジュアル。そう、ちょっとこうなんか心が温まる、うん、ハートフルなコメディみたいな感じの中で、まあ、急にホラー要素が今回の話数で、ね、幅広く登場しているので、なんかこういろいろこう演出のね、うんうんうん、トガキとかも見ても結構なんか怖そうな感じになる、ホラー感が出てた、はい、楽しみです。見どころだと思いますぜひぜひそこにも注目して見ていただきたいと思います。はい、ということで、そろそろお時間も来てしまったということで、このあたりでお別れしたいと思います。はい、テレビアニメデコボコ魔女の親子事情は現在放送中です。来週も絶対見てください。はい、各配信サイトでも配信中ですので、これまでの話数もぜひチェックしてたくさん笑ってください。それではアリッサ役の小川葵と、シータ役の豊崎亜希と、キクラ役ことぶき
美奈子でした。バイバイ。